みんなで言ったっけ、くっそキツキツの帽子もらったって。俺さ、その、仲いい女から、俺、マジで誕生日プレゼントやめて、マジでやめてって言ったら、この帽子もらって、この帽子かぶって、見てこれ。俺、これかぶれねえよつって。俺、これもらったんだけどさ、これ、どう？これ。どうっすか？こういうことになるわけよ。俺、いつか配信で見せてやろうと思って、ここに置いてたんだ。こうなるのね。小道寺になっちゃうの、俺。小道寺。いや、これは別にプレゼントとかじゃなくて、ほんと、日常的に、髪の毛とかをさ、寝癖とか直すの、純ちゃん嫌いだから、ほんと、これは、プレゼントとして受け取って、うん、わかったよーつって、こうやって、これなんなら今一番でかく緩めた状態だね。こう、はめた時の女の、絶句具合が異常だった。今日これでやるわ。今日これで雑談します。うわいいじゃん、なんか顔、え、意外といける、これ、ほら、こういう水泳、北島康介じゃん、俺。は？北島康介なんだが。これいいね。プレゼントあげたりすると、こういうな、ことが起きるから、やめよう、ほんと。こうなるわけよ。やばいやつ感が、ま、やばいやつ感がクソほど増さない？これ。ない方がいいだろう。だから言ったわけ。俺はもうほんとプレゼントやめようね、つって。これでも成就されたわ。なんかせっかくもらったから捨てらんねえしよう。なんかせめて配信のネタにしてやんねえと。なんかちょっと罰が悪いな、とかタグもついたまんまよ。なんか罰が悪いなぁと思って。俺だ、このタイプの帽子好きじゃないのよ。キャップのツバがもっとでかくないと俺は被れないわけ。本当に。なんかありがとう。みんなのおかげで、成就されたわ。そう被ったらありだな。お前言ったな。俺被ってねえから、これ。これ乗せてるだけだから、こうやって、ここにこうやって。乗せてるだけなんだって。被ってないの。だから俺は、こう被りたいや、いいよね、でもね。いや、パワー系、俺ね、最近のコンセプトは、パワー系の外事っていうのがコンセプトなのね。これめちゃくちゃいいじゃん。これね。水泳帽。これすごくいいよね。こういう人間になりたいね。こういう大人になりたいよな、俺。あ、一応さ、奇跡のサムネが出来上がるかもしれない。奇跡のサムネ。なんかさ、画質が良くなりすぎちゃってさ、ツイッターの。今のツイッターのさ、このアイコンがもう出せない。あれ？あ、今もうこれになってんだ、これ。池沼みたいな笑顔。あれすげえ好きなんだよな。先輩に言われて。もう、純一くんさ、あのさ、障害者っぽい笑顔は、すごく人気出ると思うから、それにしなって言われて、俺それで、先輩に言われて、あれ使ってたんだもん。パワー系のやつ。褒めてる褒めてる。おい、池沼みてえな顔、クソいいね、つって。半端ねえな。